ビフィットタカです。今日は、肩こりの方ですね、肩こりを改善するために、簡単にできるセルフケアというのをですねご紹介していこうかなと思います。肩こりの原因としてはですね、こっちの前側の筋肉です、大胸筋ですとか、噛むための咀嚼筋群ですね、咬筋や咬頸筋という筋肉です。こういった筋肉が硬く縮んでしまうことで、前側にグイッと引っ張ってきてしまって、僧帽筋全体が引っ張られた状態で硬くなると、で重力で下げられてより引っ張られた状態が出来上がってしまうので、痛みが行われていったり肩が動きにくかったりということができますので、この前側の縮みやすい筋肉ですね、ここが、よく広がるようにリリースを行っていくということを行っていきたいと思います。で同時に、上腕骨ですね、大胸筋が縮んでくると上腕骨っていってこの腕の筋肉が、中に階段方向に働いてしまいます。でそうすると巻き肩が出来上がっちゃうんで、これを階段方向外に広げるっていうことをですね、入れていきながら行っていきます。はい、まず、ケアしたい側の方のですね、手のひらを開きます。はい、上腕骨を外外した方向を作ってもらって、反対側の手でまず後筋ですね、頬骨からエラにくっついている後筋を触れていただきながら、深呼吸を3回していきましょう。今度はですね、首の横から後頸筋に触れていただき、深呼吸です。吸って吐いて、ふーって吐いて、ふーて吐いて、ふー、今度は胸の大胸筋、ここに手を触れて、吸って吐いて、ふーって吐いて、ふーて吐いて、ふーと、はい、3回呼吸を行っていってください。でこれを大体3セットほどですね、繰り返していただくだけでも、肩の周りというものすごいね、その後に動かしてもらうと軽くなる。で実際にも、こっちの肩の方が、下がっているのが分かるかなというふうに思います。で結構簡単にできる、セルフケアですから、ぜひぜひ、体験してみていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。